った。ランナー挟まれた。一塁送球。一塁アウト。ツーアウトランナー三塁とかあります。ランナー進みましたから、とりあえず最低限の仕事はしましたよね。まあ彼は勝負強い。外の球打った。ショートの右。掴んだ。一塁アウトでスリーアウト。さあご覧ください。先ほどのプレーになります。勝ち越しのチャンスがあったバファローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。5回終わって1対1同点です。ここまでのハイライトです。まずは1回の表、このピンチの場面、ここはしのぎます。ピンチをしのぎます。4回の裏、得点圏には先制のランナー、3番バッター大城、その初球をしっかり弾き返します。バファローズ先制します。しかしライオンズ負けていません。ワンアウトランナーなしから6番中村、2球目を捉えました。バファローズ一振りで同点とされます。その裏、このチャンスの場面、打ち返すも内野ゴロ、勝ち越しのチャンスを逃します。今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。球種の割合はご覧の通りです。京セラドーム大阪からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。ライオンズの攻撃、バッターボックス金子、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。バファローズ同点で迎える6回です。打ちました。この当たりはどうか。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。厳しいコースには行ったんですが、うまく打ち返されました。ツーベースヒットが出ています。コースも悪くはないんですけど、これはうまく打たれたって感じでしょうね。さあそしてバッターボックスには秋山が入ります。まあバファローズとしては嫌なところで回ってきましたね。さあ勝ち越しのランナーを背負った場面です。まあこういった局面での攻防が後の展開に響いてきますから、ピシャッといきたいですね。なるほど、そうですよね。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。いいコースですね。アウトコース際どいところ、変化球が決まっています。ワンボールツーストライクです。ライトへ持っていった。ワンバウンドヒットになった。勝ち越しのランナーが三塁を回った。ボールは中継、セカンドランナーホームイン。ライオンズ勝ち越しました。2対1になりました。バファローズさらにピンチが続きます。バッテリーは警戒していたはずですが、ここで勝ち越しのタイムリーを打たれてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。このゲーム中盤、ここでリードを奪われます。さあそして打席には外崎が入っています。さあなおもピンチが続きます。ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですね。さあ2球目は何か。低めの変化球、見送りましたがストライクです。ストライクを先行させていきます。追い込みました。
さあ3球目は何か。ストレート打った、セカンドの左、グラブ弾いた、ボールを拾って、これは際どかったが一塁アウト、ワンアウトランナー三塁となりました。バッテリーとしてはここの攻め方は特に大事になってきますよね。まあそしてこのバッターはチャンスに強いですから、配球には十分注意が必要だと思いますね。その警戒すべき源田がバッターボックスです。ここは三振が取れれば理想的ですね。そうですね。小宮山さん、三振を狙うためにはどういった配球になりますか？ストライクからボールになる変化球に手を出してもらわないと困るので、そういうボールしかないと思いますね、ここは。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。ここまで来たらもう三振狙いですね。変化球打った、ショート正面、抑えた、一塁アウト、ランナー三塁は変わりません。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。まあここで離されないためにもね、しっかり切り打ち上げた、掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回西武ライオンズ貴重な得点が入りました。2対1、ライオンズが1点リードと変わっています。今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。球種の割合はご覧の通りです。打順はトップに帰って中川。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。初球ボール、あれを打ちに行くのは難しいでしょうね。インローへキレのある変化球が決まっています。高め打ちました。これはどうだ、これはショートライナー。2番バッター福田、松本、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、低め、これは外れます。ボール先行です。入りました。これが4球目。変化球タイミング合いません。2ボール2ストライクと追い込んでいます。ファーストの左、抜けました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。いや本当にうまく反応しましたよね。さあ一塁に同点のランナーを置いています。バッターは大城。バントの上手い選手なので送る可能性が高いでしょうね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。初球変化球は空振りです。誘ってきたんでしょうけど見極めましたね。はい、高めストレート外れてボール。次が3球目。
赤星さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。配球を読んでるのかもしれませんね。変化球を投げてきそうなタイミングを待っているのかもしれませんね。ああ、なるほど。高めのボール打ちました。打球はレフトへ。金子が掴んでツーアウト。4番バッター吉田、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。ツーアウトになっています。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。源田が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。6回終了2対1、1点リードはライオンズです。小宮山さん、ピッチャーは7回も続投ということになりました。援護を待つためにもここからも我慢の投球が必要ですね。そうですね、もう本当に早く打線の援護を期待したいですよね。本当にそうですよね。次が2球目打ちました。ショート取った。アウト、ワンアウト。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。高めのボール、これはファウルになりそうです。ファウルになります。2球目は何で来るか。高めのボール、レフトへ打球伸びる。レフト掴んで2アウト。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ただまだ続投ですから、ここは踏ん張ってほしい。アウトコース、空振りです。これが2球目。アウトロー、空振り。あっという間に2ストライクです。3球目は何で来るか。打ちました。これはショートライナー。この回ライオンズ三者凡退です。2対1、1点リードはライオンズです。さあ、そしてここからはラッキーセブン、バファローズの攻撃に入ります。オリックスバファローズ、ラッキーセブンの攻撃になります。バッターボックスには指名打者のロメロ。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。前の打席、見逃しての三振は良くないですよね。はい、今度は積極的に行ってほしいですよね。そうですね。バファローズ1点ビハインドで迎える7回の攻撃です。さあ、赤星さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですが、いかがでしょう。まあもちろんそうですね。バッターとしてはどんな形でもいいので塁に出ることを考えていると思います。なるほど。さあ、どういった形で攻めていけるか。低め、滑り込んだ。ナイスプレーです。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。赤星さん、今のプレーご覧になっていかがですか。まあこれは守備が良すぎましたね。ご覧いただきましょう。このスライディングキャッチ、ファインプレーに阻まれました。いやー、これはいいプレーでしたよね。バッターボックスには代打の伏見。さあ、赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。
これが初球。初球ボール、打ちました。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ベンチの期待に応えました。ワンアウトランナー二塁となりました。うまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。まあ甘い球は見逃さないですよね。さあここでバファローズダイソーを送ります。セカンドランナーは佐野、ヒットでランナーが帰れば同点です。さあバファローズ同点のチャンスを迎えています。ここで追いつけば勝利も見えてきますよね。うん、そうですよね。初球から打っていった、ライナー抑えてアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには若月が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあバファローズとしては同点と言わず逆転まで行きたいところですよね。うん、なるほど、そうですよね。いきなり牽制、二塁タッチもセーフ。また初球、この打球はフライになっています。掴んでスリーアウト、同点は許しませんでした。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧